国内初の親水公園、古川親水公園。公園の元となる古川は、かつて江戸に行徳の塩を運ぶ水路でした。都市化が進むにつれて、これらの水路は汚れていく一方でしたが、昭和48年、江戸川区はこれらの河川を埋め立てずに再生させることにし、親水公園として整備。汚れた川は清流を取り戻し、その後各地に作られた親水公園のモデルになりました。昭和49年には全日本建設技術協会の全建賞を受賞。また昭和57年にはナイロビで開催された国連人間環境会議で紹介されるなど、国内はもとより世界各国で大きな反響を呼びました。旧江戸川と新川を結ぶ全長約 1.2 キロの川岸には木々が茂り、夏には子どもたちが水遊びをする場所としても親しまれています。